ち、優勝する。国宝級です。今年1年目の選手？浅尾コーチ。今年で39歳になる浅尾コーチのイケメンさは健全だ。ドラフトで入ってきた選手か、と思えるほどの若さを放っている。これが39はありえんやろ。立浪が監督の間はアイドルやれば？浅尾が1軍のコーチやったら平日も満員御礼やな。これは優勝すぎる。なんか浅尾さんを見てると癒されるな。この年でこれだけの美貌を保つのすごい。これ将来は浅尾監督だろ。なんでこの人老けないんだ？肩は壊しても美しさは維持し続ける男。相変わらず全てがイケメン。女の人だけじゃなくて男も惚れてしまうほどの浅尾引退が早すぎたよ。もっと長くやってほしかった。中日の宝です。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録。